水曜日です。独立総合研究所青山重春さんの登場です。青山さん、おはようございます。おはようございます。今朝は北朝鮮の拉致問題についてですね。そうですね、はい。今年は拉致事件についてごめんなさい、抜き差しならない1年になります。あ、そうですか、はい。有本恵子ちゃんという拉致被害者、20代前半で誘拐された方が、先日また30秒を迎えてしまって、はい、55歳になられました。はい、30年以上ほったらかしですね。でご家族、神戸のご家族は、お母様が、また掛け膳を作られて、毎日作られてるんですけれども、はい、そこに誕生日ケーキも添えられて、悲しみを一生懸命抑えながら、来年の次の誕生日こそは、はい、恵子と一緒にこのケーキを食べられるようにとお話をされまして、それがテレビでも流れまして、はい、リスナー国民の方もよく理解していただいていると思うんですが、家族会の怒りと悲しみと焦りはもう本当に限界です。はい、一方で実は安倍政権になってから北朝鮮との交渉やってることをやってますから、はい、その日朝の接触を警戒して、中国と韓国は北朝鮮と仲悪そうに見えて、はい、本当は裏の貿易を拡大してるんです。そうなんですか。はい、例えば中国でいうと、はい、北朝鮮の石炭を大量に買い込んでですね、はい、でそれを火力発電所で使って、それ褐炭っていう、要するに一番環境に悪影響を与える石炭も多いですから、はい、その風が日本に吹きつけてるわけですね。はい、でもいずれにしても北朝鮮はそのおかげでたくさん外貨を稼いでですね、したがって、日本と拉致事件の交渉のめり込まなくても、実は今金正恩第一書記の懐にお金がたくさん入ってる状況なんです。はあ、そうですか。でこういう、もう一つ韓国のことを言いますと、その中国の様子を見て、はい、今パク・クネ政権になってまるで中国の属国かのように韓国は動いてますから、はいはい、北朝鮮との南北貿易を拡大して、それ も北朝鮮の懐が潤う原因になっているわけですね。はい、でお金で解決することはいけませんけれども、日本としてはカードを1枚失いつつあるという現状なんです。で実は昨日拉致を担当する政府高官に直接会いまして、はい、こういう現状を改めて僕からお話をし、このままいくと選挙に勝ったはずの、安定してるはずの第三次安倍政権のアキレス腱になりますよと、局面を突破しないといけませんという話を僭越ながらいたしました。はい、でこの政府高官、ラジオを担当している高官何人もいらっしゃいますけど、あえて申しますと良心派の人です。はい、この人は、一民間人の話に過ぎない僕の問題提起をまっすぐ受け止めてくれまして、はい、そして昨日交渉には実は表と裏があるということを明確に認めたんです。でいわば当たり前といえば当たり前ですけれども、政府の現職の高官が認めることに意義があって、それは評価しますが、はい、問題はですね、なぜ政府高官がその話をしたかというと、その裏の交渉、本物の交渉ですね、はい、例えば表は何かというと、家族会の反対も押し切って去年平壌に日本政府代表団が来ましたよね。はいはい、軍服を着た北朝鮮の国家安全保衛部っていう人たちが出てきましたよね。はい、映像を思い出されると思うんですが、こういうのは実は表の交渉に過ぎないんです。はい、でその裏交渉について外務省が情報を独占していて、はい、政府の内部でも情報が共有されていない。ほう、本当は実力部隊を持つ警察や自衛隊、はい、あるいは情報機関はもちろんのことを、政府内で情報が共有されないといけないのに、依然として外務省が情報を独占してて、この僕がお会いした政府高官も含めて裏交渉で本当は外務省が北朝鮮に何を話してるのかよくわからないという信じがたい現状があるわけです。でこの朝のお話はですね、はい、外務官僚外務省を 悪者にしましょうって話をしてるのが全くなくて、自分たち仲間割れしててもしょうがないですから、現実問題として外務省が交渉窓口を続けると北朝鮮の方も本当は対応できないんですよね。なぜかというと外交交渉あるいは国家間の交渉というのは必ず適切なカウンターパートナー同士でやるわけです。はい、日本が外務省を交渉窓口にすると北朝鮮も外交部、日本風に言うと外務省にならざるを得ませんね。はい、北
北朝鮮という独裁国家は朝鮮労働党が一番上にいて、その上に金正恩大総理もいて、はい、そしてその独裁者と党の下に軍と工作機関があって、さらにその下に行政機関があるんであって、はい、その一番下の行政機関の外交部がその工作機関がやった、あるいは朝鮮労働党あるいは独裁者自らが手を下した拉致事件について、はい、話も聞けないんですよ。工作機関の門前に行くこともできない、殺されてしまいますから、はい、例えば日本でもよくテレビに出てくるソン・イルホっていう日朝交渉担当大使っていう人が北朝鮮にいますけれど、はい、この人は外交官に過ぎませんから、このソン・イルホさんの話を鵜呑みにして流している高名なジャーナリストもいらっしゃいますけれども、ソン・イルホさんは何も知りません。でしたがってですね、現状は政府に拉致問題対策本部っていうのがありまして、その本部長が安倍総理になってますけど、はい、こんな形の話じゃダメなんです。実際は外務省の一局長に過ぎない井原さんっていう方が、はい、交渉の窓口やってますよね、あるいは代表やってますよね、はい、実質井原さんの悪口を言ってるんじゃなくてですね、はい、安倍総理もこれをきちんと顧みて、総理直轄の新しい新交渉団を作るべきです。そのためには対策本部も一旦解体すべきだと僕は思います。そうして初めて相手は北朝鮮は金正恩大書記が出てくるようになるわけですから、まずこういうことから突破口にして、それから本当は例えば今の憲法でも自衛隊による自国民の救出は可能だという姿勢も示す、それを閣議決定例えばする、そのことと新しい総理直轄の交渉団を作るということを同時並行でやったら、それでやっと今年交渉の本当のドアが開くというべきであって、安倍総理自らの取り組みが必要だと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。独立総合研究所青山繁晴さんでした。